な形でボールをロストしました。シンプルに大前が来る、コントロール流し込んだ、3点目。素晴らしいカウンターアタックでしたね。エースが決めて1対3。今のシーンも船山選手がワンタッチで戻してれば何でもないようなシーンだったんですけれども、おそらくうまくいかないこともあって、船山選手も自分で何とかしたいという気持ちがおそらく強くあったと思うんですよね、はい、それでコントロールして打開しようと思ったんですけれども、そこをあの大宮選手も狙ってましたよね、はい、同じような形でビルドアップのボールをロストして、それを簡単に大宮サイドに決められてしまいました。大山選手の素晴らしいディフェンスから素晴らしいゴール、そして大前選手も素晴らしいショットでしたね、はい、